長剣寿司です。さあ、今回はですね、J1 特集というか、まあ、J1 の残留争い特集ということで、まあ、いろいろね、動画を作っていきたいと思うんですが、やはりね、残留争いもう、残り5試合、残り6試合という感じで、活況に差し掛かっているわけですね。だいぶ1試合1試合の重み、1試合1試合のプレーの重み、ミスの重みが大事、すごくでかくなってきたというタイミングなんで、このタイミングでやっぱちょっと動画作っておきたいなと。はい、思って作ります。で、今回はですね、やっぱね、このじゃあ誰が残って誰が落ちるんということで、やっぱ歴史に学ぶことって重要だと思うね、すごく、だと思うんで、今回はね、今年の残留ラインじゃあどこなのかと、勝ち点、失点数、得点数、そして日程、の部分から過去3シーズンの歴史を洗いまして、そして、それをこう振り返って今年のデータに当てはめていこうじゃないかという感じの企画です。歴史が果たして変わるのか、そして歴史は繰り返すのか、ここに関してもちょっとね、思うことを話していこうかなと思います。じゃあまずはね、現在の順位表を確認しておきましょう。残り試合数に差がありますが、こんな感じになってます。33節まで行ってるチームは残り5試合ですね。で、32節の柏、京都、ジュビロに関しては残り6試合となっていまして、同じ。で、まあ、一番ね、参考になる、歴史を振り返るで一番参考になるのは、やっぱ20チームで戦った2021シーズンだと思うね。で、このチームの、この年のね、データ振り返っていこうと思います。で、これが順位表になりました。最終的な順位表。一応ね、このシーズンは特例で4チーム降格だったんで、17位の徳島から下が降格したと。ただ、今年はね、一応3チームなわけなんで、この年で言うと18位ですか。18位の大分。から下が降格したという感じですね。だから大分の勝ち点をやっぱ見るってことが重要だね。で、大分は勝ち点35、得点31、失点55でしたと。で、ちなみに17位徳島は勝ち点が36で、得点34、失点55ということでした。で、18チームに戻りました。翌2022年、プレーオフ争い、これは入れ替え戦があったんで、16位京都がね、入れ替え戦臨むという感じだったと思うんです。で、この16位京都と言えば、勝ち点36、得点30、失点38、失点めちゃくちゃ少ないですね。すごいね。この残留争いの中で38失点というのは、もうとんでもない少なさだったんじゃないかなと思いました。で、自動残留の、15位、ガンバ。は、勝ち点37、得点33、失点44という感じになっていました。そして、2023シーズン、去年ね、降格したフリエの1チームだったわけなんですけど、フリエ、16位か。この年は16位を見ていこうと。ガンバ大阪でしたと、勝ち点が34、得点38、失点61という感じになっていましたと。で、1個下のそのレイソルが失点の47、これ結構少ない方なんですけど、まあ、なぜかガンバより下だったということですね。なかなか難しいね、J1 でね。で、15位に関しては、湘南ベルマーレで勝ち点が34だったということで、得点40、失点56。だから、この、過去3シーズン、いろいろこう、総じてみて、目立ったのは、やっぱりこう、ガンバの低迷ですよね。そして、湘南ベルマーレの、とてつもない残留力。ここはやっぱ非常に感じたという感じでした。なんかおそらくね、今シーズンも、なんか湘南は残留だいぶいけそうな感じはしていますんで。あ、もう行く？お前も行っちゃう？はい。まあ、すごくね、思いました。じゃあ、いろいろ数字を洗っていこうじゃないかということで、一応ね、下から3番目のチームの最高成績ちょっと見ていこうかなと思うね。だから、ここが結構基準になると思うの。最多獲得勝ち点が36、京都ですね、2022シーズン。で、最多、獲得得点、ゴールですね。ゴール数が一番多かったのは、2023シーズンのガンバで38得点が一番多かった。で、最小、失点が38京都っていうことですね。まあ、京都すごいですね、この勝ち点っていうのはね。だから、あの成績でよく、なんでこのね、16位だったのかっていうのは、すごくこう難しいというのが感じます。だから、なんかそれぞれ見たけど、やっぱりね、見てて思うのは、やっぱ J1 って J2 より厳しいなと、まあ当たり前なんやけど、読めない。J2 以上に読めないところたくさんありますね。というのは、やっぱりこの J2 って、まあ、前も動画出したんですけども、残留、争い特集。残留するためには引き分け力が結構大事だよね。もう、勝てなかったとしても、引き分けに持ち込めなんとか勝てるというのが J2 なの。なんですけども、J1 違うわ。ちょっと法則がちょっと当てはまらないってところもありますね。2021シーズンはだって引き分けが13もあって仙台が19位で降格しているわけですし、2023シーズンなんかは、レイソル15も引き分けてたのに17位。
2022年なんかは、ね、下の3チーム全部、12回も引き分けれてんのに、一応今年の基準でいくと降格になってしまうわけでしょ。だから、相当厳しいと言いますか、やっぱ、勝ち点3の重要さ、非常にこれ感じますよね。J1 見てれば見てること。だから、いかに勝つかと、レベルがやっぱ高いなっていうふうには思いました。そして、さっき洗った数字なんですけども、あんまりね、参考にならないことが分かりました。せっかくあんだけ話したのに、結構調べたのに、参考になりません、今年。だって、まだ5、6試合残ってますけど、だって、去年のね、とっくに残留ライン超えてますんで、例年の。だって、今のね、ジュビロ、ね、18位ジュビロでも、得点38ありますから、だからもう、ほとんどね、やっぱ、残留するに足る成績を結構みんな収めているというのが言えるんですよ。だから、そうじゃない、でもそうじゃないわけ。だから、すごく読みづらいところが、めちゃくちゃあるんですよね。だから、8位ジュビロの勝ち点今32っていうのも、まあもう一勝でもすれば本当去年の勝ち点残留ラインを軽々抜いてしまうわけですので、だから今年非常に読めないということになっていて、レベル差がこう拮抗してきているということも言えるんじゃないかなとは思いました。じゃあこれから今年どうなっていくのかっていうのはやっぱここの動画で話しておきたいと。で、ややこしいのはですね、レイソル、京都、湘南、最近全然悪くないと内容が。だからこの上位3チーム、下位3チームの、上にいる奴ら、下位3チームを抜かなければならない奴らは、ちょっと調子がいいというのがあるんですね。逆に、トクスはもう、ほんと最下位トクスはもう全然勝ってないんで、まあ、ほぼ終わりと言っていいでしょうね。申し訳ないけど。まあ、京都と勝ち点ね、12ありますんで、残り5試合でこれ埋めなきゃいけないから、もう相当きついでしょう。ゲームオーバー。で、19位札幌は残り5試合で京都と勝ち点9差ですけども、要はこのね、残り5試合のうち3回は絶対勝てなきゃいけないってことなんで、まあ、これもちょっとなかなか厳しいんじゃないかなと、思うのでね。まあ、ここも、難しいんじゃない。あと、札幌に関しては、対戦相手、残りの対戦相手と、前半、シーズン前半戦で対戦して、勝った試合が一個もないっていうのがあるんで、まあ、そこ、相手としても結構厳しいと。まあ、前半戦極端に弱かったんで、札幌。まあ、最近だいぶ調子上げてきてはあるんですけども、まあ、でもあんまり、ちょっと難しいんじゃないかな。で、逆に、やっぱここのポイントとしては、今シーズンの残留予想のポイントはもう1個なんですよね。18位ジュビロが京都、湘南、レイソル、このあたりを抜けるかっていうのが結構ポイントなわけですね。勝ち点差やっぱ6ありますけども、まあ京都とね、勝ち点差6ありますけども、まあ2勝差ならまだ可能性はワンチャンじゃないかって思うじゃん。ただですね、これジュビロの対戦相手見ましたけど、結構厳しめなんですね。だから、あとなおかつ、この前半戦の対戦成績では一応この5チームには残り、6チームか。全部勝ててないです。だから、なんならトスには負けておりますんで、まあ、非常に、対戦相手も厳しくなっている。逆に対して、京都、レイソルは、それぞれ残り対戦相手に勝ったことがある相手が残っている。と、湘南だけは一応どこにも勝ってないんですけれども、まあ、ジュビロが逆にね、自分らの相手に勝てなかったらあんま意味ないわけですんで、まあ、ちょっと結論としては、J1 順位、まあ、おそらくこのまま、行くんじゃないかな。まあ、札幌がジュビロ抜く可能性もあるかなぐらいで、他はちょっとあんまり順位動かないんじゃないかなということで、まあ、俺の予想としては降格はこのままジュビロ、札幌、トス、この3チームになるんじゃないかなというふうに予想しました。という感じですが、まあ厳しいですが、歴史は繰り返すんじゃないかなと俺は思っていますし、まあでも結局繰り返せているのかどうかも、わからないんで、例年とやっぱ違うんですね。やっぱ本当にね、J1、厳しいなっていうのは本当、ひしひしと感じていますし、この中でやっぱヴェルディ、トップハーフにいるっていうのと、あと、多分そのチーム人件費で下の方の新潟も多分残れそうだというのが、やはりすごいなっていうふうには思いました。やっぱ J1、一筋縄じゃいかんすね。ご視聴ありがとうございました。チャオバイバイ。